はい、どうもトトラボです。今回ですけども、皆さん夏バテ対策されてますか？ということで今回は夏バテ対策もできる魚料理っていうのを紹介していきたいと思います。今回何作っていくかっていうと南蛮漬けなんですけども、南蛮漬けっていうとね、酢を使いますんで食欲の落ちるこの時期に食べやすい料理となっております。またですね、南蛮漬けって聞くとアジを使うことが多いと思うんですけども、アジをカリッカリに揚げて作った南蛮漬けっていうのは結構ね、口の中がチクチクして痛かったり喉にね刺さったりするじゃないですか。でまた2日目にならないと骨が柔らかくならないので、作ったその日に食卓に出すことができないじゃないですか。ってことで今回は魚の切り身を使いまして、骨のないその日のうちに食べられる20分でできる超簡単な南蛮漬けを紹介していきたいと思います。それでですね、今回食事シーンがありませんので調理シーンの5分だけの動画になりますので、僕のリアクションでは伝えられないですけど本当に食べやすい一品となっておりますので、皆さんもぜひ試していただけたらなと思います。それではゆっくり見ていってください。調理編5。はい、それでは今回の食材がこちらということで、お刺身の切り身とみょうが半分と、で人参少量で、ピーマン1つ、玉ねぎ1/4、そして水菜2本ですね。それではこちらを刻んでいきましょう。